ファストのケイタです。ベンチプレスが生の強くなりたい仲間のみんなへ、本日のテーマはやれるけどやらないのがベンチプレスを伸ばす秘訣、こちらについて解説していきたいと思います。ベンチプレスの重量を伸ばすっていう観点で考えると、とにかくやっぱり殻を破る、自分の今のマックス以上の重量を持たないといけないですよね。さらにセットの重量、こちらもどんどん伸ばしていかないといけない。最初にね、僕が冒頭で言ったタイトル、やれるけどやらないっていうところ、なんか矛盾してる感じになりますよね。重量を求めるっていうところに関してはぜひやっていただきたいです。ただこれは条件をつけてほしいんですね。今回の動画ではこういう時は必ずチャレンジしないでほしいっていうところも話していきます。ベンチプレスの重量を伸ばしていく中で非常に大事になってきます。しっかりと自分の体のコンディション、いつやるのかいつやらないのか、これを決めることによって重量は必ず伸びていきます。それを見極めれると設定重量を上げていくタイミングもピンポイントで分かるようになってきます。それが分かると怪我のリスクも下がって重量も伸びていくという形になります。まずやれるけどっていうところに関しては自分の気持ち的な問題です。例えば今日絶対マックス更新したいんだよね、意気込んでベンチプレスやりに行きますよね。その時ってやれます、必ずチャレンジはできます。ただ体がチャレンジさせてくれないっていう日ももちろんあるんですね。そういう日に無理にやってしまうと逆効果です。チャレンジも失敗しますし、なおかつその失敗してしまったフォームが体と脳に染み付いてしまって、その後どん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 ベンチが上がんなくなってきます。なんでそういう日はしっかりと自分をコントロールしてやらないっていう選択肢を取らないといけないです。じゃあこのやれるけどやりたいけどもやらないシグナル、どういう風に見極めるかっていうと、これ3つの条件です。まず1つ目がベンチプレスをやっている最中に胸を沈めちゃう、そんな日は必ずやめてください。やめるっていうのは練習をやめるんではないです。マックスチャレンジだったりとか無理に重量を上げたりとかですね、例えば5レップ目指そうって思ってて 1,2,3,4 で胸もう沈んでます、これ最後の一発正直やる意味ないです。しっかりとその時は重量を下げてもう一回リセットしてですね、1セット目からやってあげるだったりとか、そういうのがすごく大事になります。続いて2つ目は肩がすくんでる日です。こういう日っていうのは思いっきり怪我のリスクも高くなりますし、むしろ重量上がるんです。肩がすくんでるっていうことは僧帽筋にも力入ってます。僧帽筋も使います、肩も使います、三頭筋もなんだか使えて、あ、もしかしたらなんかこっちの方が調子いいかもしれない、そんな風になってしまうんですけれども、これ必ず怪我はその先に待ってます。なんでベンチプレスをやろうと思ってフォームを組んでいる時もそうです。肩がどうしてもなんだか今日すくんでるフォームしか取れないな、そんな日はマックスチャレンジ、そして設定重量を上げる、これは絶対に NG です。気持ちではやれるかもしれない、なんだかこの方が上がるかもしれないって思っていても、その先の未来はないです。必ずやれるけどやらないに当てはめてください。そうすることによって怪我のリスクを抑えれて、次の日のコンディションもなんだかよくって重量を求めれるっていう風になってきます。その日はしっかりと我慢してください。ちなみにですね、補足で言うとこの肩がすくんでるっていう日はだいたい肩甲骨が硬くなっちゃってます。いつもの自分のフォームが取れないよ、肩がね上に上がっちゃってるよ、こんな日は肩がどうのこうのっていうよりも肩甲骨の動きが悪くなってるんでフォームが取れないです。なんでしっかりと心当たりをまずは探してください。例えば昼間極端にね猫背になった状態でデスクワークをしまくってるだったりとか、手を上にずっと上げた状態の仕事が続いてるとかですね、まああと長距離運転なんかもそうですね、背中がバンバンに張ってる状態だと肩甲骨が動かないので、しっかりそこをケアするだったりとかストレッチをするで改善することもありますんで、ぜひそこはね頭に入れといていただきたいです。続いて3つ目です。これ結構ですねやってる方多いかなと思うんですけれども、下ろしている最中にお尻を迎えに行っちゃうっていうパターンですね。ベンチプレスやっている最中にどうしても最初軽いうちはいいんです、ちょっとずつ重くなってきたりとか、セット重量をボーンと極端に上げたりした時にやっぱり辛いです。精神的にもきつくなります。不安になるんですね、下ろしている最中に。そういう時にお尻をグググググっと上げていく、
これは絶対にやらないでください。それをやるぐらいだったら重量を下げた方が全然自分のためになります。重量も伸びていきます。ちょっと例外としてですね、挙上時にお尻が上がっちゃう、これはまだ目をつぶっていただいていいです。まだその重量で頑張っていただいていいです。というのが、挙上時にお尻が上がるっていうのは、例えばレッグドライブを思いっきり使いたいとかですね、ちょっと詰まっちゃったから、それを回避するためにお尻をちょっと上げて上げ切ったとかですね、そういう形になります。これ下ろしてる最中にお尻を上げる、これ全然別物になるんですね。せっかく組んだフォーム、そのフォームに対して下ろす位置はここですよってなんとなく自分で分かってる状態、さらにはいつもの練習がしっかりとそこで出せるかなっていうチャンスの時にお尻がグググっと上に上がってしまうと、これ下ろす位置も変わっちゃいます、フォームも変わっちゃいます。なんだかいつもしっかりやってる練習をマックス重量で出せない、重くなった時の重量で出せないという形になりますんで、これは練習としては全く逆効果になります。実際重量を思いっきりつけてやる時に、お尻をしっかりつけた状態で、要は最初に組んだフォームをずらさない状態、その状態で下ろして胸につけれる、これが非常に大事になりますので、ぜひそこは捉えておいてほしいです。この3つ全てに当てはまるんですけれども、もし万が一重量を重くしたりチャレンジした時になっちゃった場合、その時はセーフティーバーをしっかりセッティングしてです、無理やり上げるんではなくて潰れるっていう選択肢、これを取っていただいた方がいいです。無理やりこうやってね、肩をすくめた状態で上げるだったり、胸を縮めた状態で上げる、下ろしてる最中にお尻がバーンと上がっちゃう、これは絶対に NG です。その後のセット、その次の日の練習、必ず引きずっちゃいますので、どん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 重量が下がっていきます。気持ち的にはやれるんですけれども、体がそう反応した時はやらないっていう選択肢、これを取っていただいた方が確実に重量は伸びます。しっかりとそこを押さえていただくと、ベンチプレスがどんどん伸びていく要素になりますので、ぜひ頭の中に入れておいていただきたいです。本日は以上です。バーサローケータでした。